ははいこんにちは大月です今回はですねブランディングについてお話しさせていただきたいと思いますちょっと聞き慣れない言葉なんですけどもブランディングっていうのはですね、まあ、戦略の一つなんですけれども顧客や消費者にとって価値のあるブランドを構築するための戦略 ブランドの特徴や競合する企業・製品との違いを明確に提示することで顧客や消費者の関心を高め購買を促進することを目的とする消費者との信頼関係を深めることでブランドの訴求力が向上し競合他社に対して優位に立つことができるというものなのですねでここでブランドというとですねちょっと高級品とかを イメージしてししてまうのかももれないんですけどもここで言うブランドっていうのはですねあなた自身ミュージシャンのことなんですですのであなた自身がもしくはあなたの音楽がお客さんリスナーとかファンにとって価値のあるものであることを構築するための戦略なんですねこれをブランディングと言います ではね、次にじゃあブランディングってどうするのってことになると思うんですねであのその話をする前にですねちょっとあの話を変えちゃうんですけれどもコカ・コーラってありますよねあのコカ・コーラです飲み物ですねはいそれについてね思いつくことを何でもいいんでリストアップしてもらいたいんですねおいしいとか好きとかそんなんでいい いいいいんですよはろいろこうリストアップを思いついたことを全部箇条書きにしてもらいたいんですねでねこの話をね実際にリーダーミーティングの参加者と話し合っていろいろ意見を出し合ったんですはいでそれをまとめたのがこちらになりますはいえー 先ほども言ったんですけどもおいしいとかね、うんまあ、たまに飲みたくなるっていう人もいるだろうし、まあ、好きで毎日飲んでるっていう人もいるでしょうし、まあ、炭酸が気持ちいいとかスカッとしたい時とかスポーツのあと飲みたいっていう人もいると思うんですねで、まあ、最近だとノンカロリーっていうのも出てると思うんですけどもあと缶で売られてたりとかペットボトルで売られてたりとか他にもコカ・コーラって 日本でコーラのシェア率がナンバーワンなんですね。でナンバーツーっていうのは、まあ、ペプシコーラなんですけど、他にもあと、コカ・コーラがコーラを販売して50年以上経ってるんですね。長いですよね。うんまあ、当然、誰もが知ってて、まあ、どこにでもあるというか、まあ、どこでも売ってますよね。これすごいですね。他にはないっていうか、真似できない。 うん、本当そうですよね、コーラのレシピっていうか、コーラの作り方って分かんないですもんね。他にもコカ・コーラって、まあ、コーラ以外のものも売ってるんですよね、ソフトドリンクとかお茶とか。あとそうですね、あのコカ・コーラのカラーってやっぱ赤ですよね。でロゴなんかもイメージできると思うし。 あとスポンサーなんかにも力入れてますよね。音楽のイベントとかスポーツイベントなんかにもコカ・コーラってスポンサーとしてリンクしてたりとかして。あと CM がおしゃれなんて意見もありました。うんはい、でですね、えー、っとこのコカ・コーラっていうのが先ほども言ったんですけども50年以上経ってる商品で人気商品ですよね。で、コカ・コーラ というブランドを構成している要素がこれだけあるわけなんですよ。はい、これだけの多くの要素があるからこそコカ・コーラっていうブランドが確立されてるんですね。これがブランディングなんです。はい、では次にですねコカ・コーラを、えー、音楽活動に当てはめて考えてみたいと思います。 はいえー、そうするとこのようになります。はい、えー、っと美味しい、そうですね。う、は、ま、いえー、いかどうかということなんですけど、まあ、クオリティの高さっていうのは当然大事になってくると思います。はい、たまに飲みたくなる、うん、たまに聴きたくなるような音楽でしょうか、はいえー、毎日飲んでる、うん、これは嬉しいですね。毎日聴いてくれたら嬉しいですよね。うん、あと、あの毎回ライブに足を運んでくれるファンがいたら嬉しいですよね。はいえー 爽快感ですねこれはあのコカ・コーラの特徴というか魅力だと思うんですねそういった個性とか強みもあの必要になってくると思います、はい、スポーツの後飲みたい、うん、こういったシチュエーションっていうのも考えるといいかと思います聞きたくなるようなシチュエーションっていうのもね考えてみるといいかと思いますはい、えー、ノンカロリーこれは最近ね出てきた商品だと思うんですけど こういったふうに時代の流れをつかむっていうかねそういったバリエーションを広げていくっていうのも大事ですよねこう変化していくっていうんですかねはい、えー、と曲の幅って書いてますけど、まあ、活動の幅を広げるっていう感じで捉えてもらえたらと思います、はいえー、っと次もそうですね缶とかペットボトルもそうですね、はい、これはパッケージの豊富さ、まあ、あの手に取りやすいっていう形ですよねそういった意味で 届けやすい音楽の,その演奏形態ですとか、まあ、商品として考えた時に CD なのかデジタル配信で、えー、届けていくのかっていうのこともね考えていくといいかなと思いますはいコカ・コーラは日本でシェアナンバーワンという肩書きがありますけど、まあ、ブランディングしていく上で肩書きっていうのも効果的なので当然あ,のあればあった方がいいでしょうねはいで50年以上あるこれはもう本当に音楽をね長く続けていきたい もらいたいいたと思います、はい、どこにでもある売っている、うん、あの今ですとネットがあるので、まあ、YouTube などで、ね、アップをしてですねあのいつでもどこでもこうユーザーにあなたの音楽を届けることができますので、はい、そういった整備をするのも必要なのかなと思います、はいえー、誰もが知っているそうです、ね、知名度って大事ですからね、はい 当然知名度も高い方がいいですね。はい、他にはない、ま似できない、うん。これも大事ですね。オリジナリティですね。音楽のオリジナリティ追求していってもらいたいと思います。はい。えー、高麗以外の、そうですね、この音楽以外の活動も、あのー、必要なのかなと思います。えーと、予感のは物販っていうことですよね。あのー、CD だけじゃなくてね、あのタオルとかね、物販されてるバンドさんもいらっしゃるかと思います。 はいえー、カラー、そうですねあの、ブランドイメージっていうのはね、とても大事になってくると思うので、カラーとかロゴっていうのもね、はいあの、必要なのかなと思います。はい、スポンサー、うん、これはちょっとあの資金力も必要にな,なってくるんですけど、まあ、チャリティーとかだったらねあの、協力できることもあるかと思います。はいえー、CM がおしゃれ、うん、この辺のね、プロモーション力とか企画力っていうのは、とても大事な要素だと思います。はい はい、えー、ということで、ですね、えー、今見てきたように音楽活動においてもこれだけのブランド構成要素というものがありますはい、えー、いかがでしたでしょうか、はいえー、あなた自身の音楽活動と比較してそうですねうん、ちょっと足りないところがあったかもしれませんあの逆にもっとここを、ね、伸ばそうと思ったところがあったかもしれません、はいえー、とそれをですね 一つずつ伸ばしていくということがあなた自身のミュージシャンとしてのブランドを確立することになります。はい、えー、ということで今回はブランディングというお話をさせていただきました。えー、最後までお聞きいただきありがとうございます。